こんばんは、吉谷さん。ちょっと思い出したんですけども、私がね、まだ YouTube なんての全然やってない頃に、ある人の YouTube を見てね、すごくそれにハマっちゃったんですよね。で、繰り返し1時間も2時間もあるやつを見て、で、コメントお願いしますみたいなんで、コメント一生懸命書いてね、で、会ってみたいな、すごいな、雲の上だなと思った人がいたんですよね、で、絶対に追いつけないだろうとは思ったんですけども、今ちょっと見てみるとね、もう本当に断片的ですけども、追いつけるところがいくつかあったなというふうに思います。一つはですね、 YouTube のチャンネル登録者数は私の方がいつの間にか上回ってるんですよ。そして凡事徹底、動画のアップロード本数、その方は300本いってない段階ですけども、私の方はもう1万本を超えてるということでね、だから、一発でホームラン打つことは私はとてもできないですけども、まあ、なんですかね、今回と金戦法ですね。このと金戦法っていうのは、将棋のと金ってあるじゃないですか。歩をね、振って一歩ずつしか進めないんですけども、ずっと地道に進めていくと、ある時ね、くるっと金になる、と金になって、まさにね、金っていうものすごく王様を守るような駒になるんですよね。で、このと金戦法っていうのは実はね、野球漫画のドカベンっていう、その漫画ですか、この対戦相手の信濃高校ってところをやってるんですよ。これどういう戦法かっていうと、主人公の明君高校っていうところね、ドカベンがいるところとか、いわきとか里中がいるところが、まあ、どんなね、攻め方をしても、攻め方っていうのは守備でね、攻め方をしても、もう全てね、バントとかで一塁に出るんですよ。もう全員一塁に出るんですよ。そうするとすごく地味なんだけども、ヒットはないし、ホームランは絶対ないし、ツーランホームランとかないんだけども、と金のように一歩ずつ進めて点を入れてくるっていうね、もう一番地道なことをやって、それをやり続けて勝つみたいなね、まあ、そういったと金戦法を使ってくる信濃高校ってところにすごく手を焼いた明君高校の、ね、ドラマがあるんですけども、やっぱりね、と金戦法ですね。もう派手さはないけども、まあ、地道、一歩ずつ進んで、それを積み重ねてね、で、いつの間にか、ものすごく能力高くって、一発長打打つ人を凌駕していくというね。だから最初のうちは、大丈夫か、そんなバントばっかりでみたいな感じで半分笑われてるんですけども、うさぎと亀じゃないですけどね、いつの間にかそのと金が YouTube のこんなちっちゃい再生数が積み重なって大きな実績になっていくということですよね。だから今年の瀬になってきて、この1年をいやおうなく振り返ることがあると思いますし、ネットビジネスを始めた時のことからね、ずっと走馬灯のように思い浮かべるんですけども、日々やってきたことってすごく地道でね、派手なことって一個もないわけですよ。それこそ地道なことをやって、目立たないようなことをやって、単体で見たらそんなことやって何か意味があるのかっていう風な感じです。この前もちょっとお話ししましたけども、毎日やってることって、この薄い紙をね、積み上げてるようなもんなんですよ。この薄い紙をね、それこそやらない日があっても前の日とあんまり変化はないんですよ。こうやって積み重ねてるわけです。でも気がついたら、こんな紙でもね、束になってガサッとものすごい厚みになってるんですよね。まあ、それが今なんじゃないかなと思います。で、ここからは多くの方にメッセージを投げかけたいんですけども、2020年が始まって、まあね、いろんなことはありましたよね、確かに。でも2020年こそ自分の人生をね、大きく飛躍させたいぞとかね、悩みを全部ぶち抜いて輝かしいこの1年にするぞって思ったはずなんですよ、少なからずね。でもどうですかね、結局365日を積み重ねていないと、何もしない1日が、1年が暮れようとしてるんじゃないかなと思うんですよ。でも1日ずつ何かをやってきた人って、今振り返ったら、なんかこんなことまでやってたんだなと、すごいことやってきたなっていうふうに思えると思うんですよね。それには、そこにはね、地道なことを繰り返すっていう、その道の途中には、たとえ自然災害があろうと、たとえ空襲があろうと、たとえ彼女に振られようと、やることやってるということで、自分のやってきたことが全てのね、ダメージを支えてくれるんじゃないかなと思うんですよ。ダメージから守ってくれるっていうかね。で、今年1年いろんなものを
なくしちゃったけども、ダメにしちゃったけども、でもこれだけはやったぞみたいなのがね、これだけは一日たりとも休まずにやったぞというものが残るんじゃないかなと思いますよね。雑草魂、そこにもつながるのかなと思いますよね。雑草というかね、そんな雑草なんて上等なもんじゃなくて、雑草が生えてる横のドブのなんか苔みたいなもんですね、私なんてね。苔だからね、バカ苔って言われそうですね。まあそんな感じで、まあなんとかこけずにやってきたのはね、皆さんのおかげかなと思います。いってらっしゃい。